皆様ごきげんよう。うん、今週のご講室、高清水優子です。今日のこの時間ですが、12月9日に60回目のお誕生日をお迎えになりました皇后陛下のニュースとともに、その時に発表されました医師団の見解につきましては省略せず全文ご紹介いたします。そしてこの年末にかけて興味深いイベントも一つご紹介したいと思っています。 ままずはこちららのの新新聞聞記事からご覧いただきましょう産経新聞の一面です皇后陛下は9日60歳の還暦の誕生日をお迎えになり宮内庁を通じて感想の文書を公表されました今年は結婚から30年の節目にもあたり天皇陛下や上皇上皇后両陛下をはじめ多くの方々に助けられ 見守っていただきながら、今日の日を迎えることができましたと感謝の気持ちを綴られています。また、令和2年から続いた新型コロナウイルス化を、報道を見るのが辛い毎日だってしたと振り返られ、多くの人が徐々に日常を取り戻していることに安堵する一方、今も困難を抱える人を案じられました。世界各地で続く紛争や災害など、心の痛むことも多いとされつつ、 若者を含めより良い社会のために地道に活動する人らに励まされるとまた希望を示されています合わせましてこの産経新聞の中の記事もご覧いただきたいと思うんですが 今年はですね久々に外国訪問もありました国際親善のための国賓としてのインドネシアご訪問ですこちらの写真を特にご覧いただきましょう、まあ、国際親善陛下をお支えにというタイトルも付けられていますけれども 両陛下と年宮殿下が笑顔で語られているこの一枚ですけれども皇后陛下が手にお持ちになっているのは今年の6月のインドネシアご訪問の際に大統領夫人から贈られましたバディックというものなんだそうですそして思い出話のなどされているのでしょうか。まあ、今回両陛下にとりましては およそ21年ぶりとなる国際親善のご訪問ということで、両陛下にとっても思い出深いものになったのではないでしょうか。お少い方のご様子がとても国民の一人として嬉しく感じられます。そして今日はですね、私あえてこの日に12月9日に発表されました皇后陛下の石段にの。えー この見解につきまして全、えー、文ご紹介をしたいと思いますのでこちらでフリップを作りましたのでご覧いただきます皇后陛下のお誕生日に際しての医師団の見解です令和5年12月9日に発表されました皇后陛下におかれましてはこれまでも医師団が説明いたしております基本的な考え方を踏まえながら引き続きご治療を継続していただいております 本年は都内行幸敬につきましてはお一方でお出ましになった5月の全国赤十字大会や7月のフローレンス・ナイチンゲール起承授与式両陛下でお出ましになった5月および11月の園遊会8月の全国戦没者追悼式などを合わせ24回に及ぶお出ましをなさいました。 地方行幸計につきましては岩手県、北海道鹿児島県および石川県にお出ましになったほか近隣の神奈川県2回やオンラインで福島県にお出ましになりました。 さらに、6月にはご負担を勘案して一部宿舎に滞在されることとするなど、ご日程を工夫しつつ、念入りにご準備をなさり、インドネシアを国賓としてご訪問になり、温かい歓迎をお受けになりました。えさらに続きます。皇居では、宮殿などの行事に臨まれたほか、感染防止に十分配慮されつつ、 今年もご養散に取り組まれるなどご活動を続けられました皇后陛下には天皇陛下をお支えになりながら国民が直面しているさまざまな困難を心から気遣われできる限り国民との触れ合いの機会を大切にされようと努めていらっしゃいますまた大学での日々の授業や課題ご卒業に向けた卒業論文の執筆などに取り組んでいらっしゃる愛子内親王殿下を 母親としてて温かく見守っておられます「今年は幸いご静養のためお三方で4月に栃木県の御料牧場8月から9月にかけて同じく栃木県の那須御用邸にお出ましになることがお出来になりました」「このように皇后陛下は工夫を重ねられご体調を整えられながら努力してご活動を続けていらっしゃいます」 一方で皇后陛下にはご回復の途上にあり依然としてご体調には波が終わりですそのため大きい行事の後や行事が続かれた場合にはお疲れがしばらく残られることもあります本年は都内行幸計に加えて地方や海外などさまざまなお出がしをなさるとともに 御所や宮殿での行事も増えていらっしゃいますそのような中でのお疲れが残らないようご散策などのご運動や気分転換のためのお時間を含め十分なご休息をお取りいただきたいと一段としては考えておりますまたかねてから皆様にお伝えしているところではありますが公的なものに加え私的な部分でもご活動の幅を広げていっていただくことが大切だと考えております 皇后陛下にはこれまで同様周囲の方々の理解と支援をお受けになりながらご治療を続けていただくことが大切ですので引き続き温かくお見守りいただきますようよろしくお願い申し上げます。ということでこちらお誕生日の当日に発表されました、まあ、医師団のご見解ということで今回はですねあえて全文をご紹介をさせていただきました。 まあ順調にご回復されているということは国民の一人として大変喜ばしいことだなというふうに思いますしまた年末年始にかけましていろいろな行事もありますけれどもどうかご無理のありませんようにとご記念申し上げたいと思います。改めまましししてて皇后陛下ににははおお誕生日日心よりお祝いを申し上げすすそして今日はですね最後に 年末のちょっと興味深い行事イベントを紹介したいと思います実はこちらです公共市縄文へ帰ろうということで12月の29日なんですが2回公演を行います第一公,公演が14時からそして2回目は18時からで杉並区にあるブレーメンハウスというとてもいい雰囲気の会場こちらなんですね えー、料金なんですが軽食付きですなんと縄文ラーメンやイタリアンオードブルワインソフトドリンクなどが付いて6,000円なんですね今回実はこちらの総合司会を私担当することになったんです。 はいいつもはですねお,お役所絡みのかなりお堅い形での行事や式典の司会が多い私ですが今回はこの年末とっても楽しそうな司会を担当することになったのでえ皆様にもちょっとこの楽しい気持ちを共有したいなということで紹介いたしました。実はこちらの縄文へ帰ろううという 本があるんですけれどもこちらの著者でいらっしゃる大岡誠二先生にお声かけいただきまして今回のコンサートの司会をすることになりました大岡先生もこの佐藤先生も実は私の高校のま大先輩にあたる方なんですけれどもそういうご縁もありまして縄文をに帰ろう縄文時代の まあ本来のこの日本人のあり方ですとか生き方ですとかそういうことを感じながら楽楽ししいい雰囲気のの中ででコンサートももんんじゃおうというとなんです、まあ、年末の本当にこう忙しい時期ではありますけれどもある意味本来の日本人のあり方や縄文にこう思いを馳せる中で新しい年を迎えるにあたりこれから何ができるんだろうということも考えつついい形で明るく年を迎えるにはあの。 最適ななコンサートなのではなないいいかなという,ふうに思っていますお問い合わせなんですがこちらにあのアドレスがありますので是非ご,ご興味のある方ですね中盤のところにあるんですけれどもあの特にチ,チケットは用意しておりませんのでお問い合わせこちらにしていただければと思っております。 えー、昼間の十四時からの公演と十八時からの公演。そして、軽食付きです。まあ、縄文ラーメン、どんなラーメンなのか、気になるところでもありますけれども。まあ、イタリアンオードブルとワイン、ソフトドリンク付きで。六千円高くはないと思いますし。えー まあ年末大掃除などで忙しいかもしれませんけれどもちょっとほっとする時間を皆様と共に共有したいと思いますのでご興味のある方はぜひですねお問い合わせしそしておいでくだされば大変うれしく思っていますのでご案内させていただきました以上今週のご講室でした。